クラッシュバンディクー爆走。ニトルカートは、コナミから2004年7月8日に、プレイステーション2とニンテンドーゲームキューブで、2004年8月26日に、ゲームボーイアドバンスで発売された、レースゲームである。この作品がリリースされる5年前に、プレイステーション用ソフト、クラッシュバンディクーレーシングがリリースされていた。本作の発売から15年後に、 クラッシュバンディクーレーシングブットビニトロで本作すべてのコースがリメイクされ、さらにキャラクター全員が出演した。クラッシュバンディクーレーシングの事実上続編となるバトルアクションレースゲーム。基本的な操作方法やゲームの進め方は前作と同じだがいろいろな新システムが追加され、さらにパワーアップした内容となった。主な変更点は以下の通り。 クラッシュと仲間たちはタスマニアの我が家でのんびりと過ごしていた。ところがある日、謎の光がクラッシュたちの家を包み、そのまま家ごと彼らをさらっていってしまう。同じ頃、コルテックス城でも異変が起きていた。クラッシュたちの家をさらったのと同じ光がコルテックス城を包み込み、コルテックスタジオ、城の一部をもぎ取ってさらってしまったのだ。謎の光に、 家ごと連れ去られたクラッシュたちは外に出てみてびっくり。なんとそこは大勢の観客エイリアンたちで賑わう巨大なコロシアムの中だった。キョトンとしながら辺りを見渡すと同じく城の一部ごと連れ去られたコルテックスたちの姿があった。状況を全く把握できずと惑う一同の前に突然何者かのホログラムが現れる。ベロ皇帝27世と名乗るその人物こそ クラッシュたちを誘拐した超本人だった。どうやらベロ皇帝はクラッシュたちの地球での活躍を聞きつけ彼らを気に入った様子。宇宙の様々な惑星を舞台に行われるギャラクシーレースに無理やり参加させるつもりだ。しかももしレースをしないのなら地球を粉々に破壊すると脅してきた。地球を破壊されるとなってはクラッシュたちもレースを断るわけにはいかない。 しぶしぶベロ皇帝のわがままに付き合うことになるのであった。果たしてクラッシュたちは無事にレースを終え、地球に帰ることができるのか。一人用宇宙最速のレーサーを目指す内容となっている。下記の様々なレースを勝利して、シナリオを進めていく。二人以上のゲームモード。パーティープレイとしての機能も充実しており、幅広く用意されたルールの元最大4人まで同時に、 プレイすることができる。タイムトロフィーとタイムトライアルの上位5位までの記録を見られる。サウンドの設定や振動のオンオフを切り替えられる。GBA 版で未登場なのはサムゼムプーラと表彰式でのモーションである。主人公クラッシュ率いるメンバーのチーム。青いカートに乗る。コルテックス率いるメンバーのチーム。赤い ATV バイクにまたがる。N トランスが催眠術を用いて、 メンバーを洗脳して結成したチーム。緑色の卵型カートに乗る。オキサイドが宇宙人と組んだチーム。黄色いデューンバギーに乗る。お話、モードで助言をしたり、レースでは無敵になれるアイテムとして使えるほか、転落した際にコースに復帰させてくれるキャラクター。ありがとうございます。